前、田山英五郎は、愛媛県西和軍機、修来村出身の元大相撲力士。第39代横綱。本名は、萩森兼松。1914年5月4日に、愛媛県西和軍機、修来村で生まれる。木月神城高等小学校を卒業後、1928年に、高砂一校が高知市へ巡業に来た際。 体格の良い金松少年がいるのを見つけた高砂が自ら勧誘した。当時の金松少年は相撲に対して興味を示さなかったが徐々に気持ちが傾き、大工だった兄を頼って上京してその日の夜に高砂部屋へ入門、1929年1月場所で初土俵を踏んだ。金松は入門に関してうぬぼれのようなものがあり、自分より 体の小さい力士がおり、それには勝てるだろうなどと思っていた。入門当時の嗜名は、地元にちなんだ、木、小山で、後に、沙田三と改名する。しかし、入門当初から、粗暴な性格だったことがわざわいし、関取に昇進した際には誰一人として、化粧回しを送る者がいなかった。後年の文献によると、若手時代は酒によって、騒動を起こしては、 脱走を繰り返したといい、その粗暴さから高砂が3度も波紋を言い渡したとされており、その度に周囲が起賛に奔走したという。1934年のある日、シャチの里一郎との稽古中に筋肉炎から右腕を負傷する。その傷口から最近の感染によって悪性の骨髄炎にかかったため、右腕を切断するのは必死と言われる重症となった。 右腕を失っては、力士として成り立たなくなり即引退となるが、前田は三ブロの数度にわたる、懸命の手術で、奇跡的に回復すると、これに恩義を感じて四込めを、前田山へ改めた。手術の後遺症もないまま、1937年1月場所で新入幕を果たすと、1938年1月場所では、小結びで11勝2敗の好成績を上げた。 当時の大関は鏡岩善四郎ただ一人で、その鏡岩もすでに三十六歳でこの場所が5勝八敗と、不調だった事情も手伝って、関脇を飛び越えて、大関に昇進した。1四十一年春場所に、双葉山を破る、昇進後しばらくは、大関として、かも不可もなしという成績が続き、下から、急成長してきた、はぐ山、聖寺、安芸の海、雪を、 テラシ一万クララに横綱を先取りされ、彼らの後陣を排することが多くなった。それでも、1941年1月場所では、羽黒山、双葉山を相次いで、張り手戦法で黒星をつけて、存在感を示し、前田さんの張り手戦鋒と呼ばれた。13日目の双葉山戦ではここまで双葉山に6、連敗中であった中、左右から強烈に張りまくり、 組み止められながらも力で応戦。最後は、うっちゃり気味に釣り出した。双葉山と羽黒さんは共に、前田山に敗れただけの14勝1敗で、番付上位者優勝制度によって双葉山が優勝、羽黒山が優勝同点だった。この場所は他に、名寄岩、静尾、旭川港の2も勝利し、対戦のあった立浪部屋の関取全員に黒星をつけている。 双葉山とはこれ以前にも1939年5月場所で胴体取り直しからさらに水入りになる大相撲を取っている。1942年に高砂が廃業すると二枚観察によって年寄り高砂を継承する。この継承は意外性をもって受け止められたが後に弟子育成で手腕を発揮したことを考えると仙台高砂には先見の民があったということになる。 1944年11月場所には9勝1敗で初優勝を遂げ、全場所も8勝2敗の星を残していることから、横綱に推挙されてもおかしくなかったが、太平洋戦争の戦火が激しくなり、横綱どころではない状況では第二すら登らなかった。こうした境遇もあってか、前田さんは実に大関を9年18場所の長期に渡って務めている。その最中は、 おおむねの流れとして、優勝争いにも加われなかった。なかなか優勝できず、横綱昇進どころか関脇陥落の危機まで聞こえるようになった1947年6月場所では、初めて行われた優勝決定戦に進出し、決勝で羽黒山に敗れて、優勝同点に終わるも、戦後初の横綱昇進が決定的になる。この時点で、前田さんは、 現役19年目、悲願の横綱昇進だった。1948年に、吉田塚崎から横綱免許が授与されたが、前田さんの性格から、前代未聞となる、正し書き付きの免許状だった。横綱昇進後は、休場が多くなり、横綱在位3場所目で2回以上の休場は、昭和以降2人目という不名誉記録を作っている。百四十九年十月場所は、 初日の力道断線に勝利しただけで5連敗を喫し、大腸炎を理由に休場、帰郷した。しかし、同年10月15日の夕方に、教会へ、休場届を提出して病院に戻ると思われた。矢先、甲楽園休場へ出向いて、フランクオドールと握手したほか、そのまま、サンフランシスコシールズと読売ジャイアンツの試合を観戦した。この時の写真が、新聞に、 大々的に取り上げられ、ただの横綱ではなく二枚観察として、師匠を兼ねる立場であったため、職権弾用の末の不祥事に避難が殺到。急遽規範した前田さんは14日目以降の横綱土俵入りと千秋楽の取り組みの出場を希望したがすべて却下され、さらに引退勧告を出されてそのまま現役を引退した。部屋の力士たちと草野球チームまで作るほどの野球好きが、 結果的にあだとなってしまった。なお横綱在位6場所は、昭和時代以降に昇進した力士としては、歴代1位の短命横綱だった。首になった横綱として世間から嘲笑されたことから、廃業して帰郷することを思い立つが、妻から、あなたがやることは弟子を育成すること、それが仕事でしょ。それができないなら死んでしまえと知ったされ、高砂部屋の親方として、後進の指導に当たる。 高砂大館時代1951年には、藤田山中に、大の海、久光は八方山市警を連れて、アメリカ合衆国を巡業し、積極的に海外へ相撲を紹介した。当時としては、アメリカ巡業は前例がなかったが、当時の前、田山の気象の激しさや GHQ の仲介が影響して観光に至った。1959年には、大阪場所に強く、 大阪太郎の異名を取った朝潮太郎を横綱に昇進させたほか、前の山太郎を大関へ育てるなど、弟子の育成手腕は高く、高砂部屋所属の力士が幕内で最多人数を数えたこともあった。特に朝潮は当初密入国者であり前の配給など受けられなかったため、前田さんは両国駅の改札口に立って闇屋を捕まえて闇米を買って、 朝潮に食べさせたという。1964年には、後に、外国人力始発の関取となる小宮真大五郎を入門させた。とりわけ海外への相撲普及が実績として目立ち、愛称、国際部長は、高砂湖湖有の役職名として、公式記録に後年まで残っている。1967年には一門の総帥として、出羽の海一門を破門された九十を受け入れた。 1971年8月17日、肝臓癌で死去。57歳坊つ。その1年足らず後の1972年、7月場所で、愛弟子、高健さんが、平幕優勝、前田山未坊人並びに、恩人の前田和三郎がこの快挙を見届けた。墓所は、横浜市鶴見区の総持寺。張り手を交えた猛烈な突っ張りで、戦中戦後の多難な時期を、 強豪大関として支え、その功労に報いられる形で横綱を免許されたが、いわゆる、シールズ事件で晩節を汚した横綱としてのイメージ、あるいは孔見山大五郎の師匠としての、大相撲の国際化の宣伝をつけた親方のイメージが、強い。張り手だけでなく、腰を高く上げた見るからに攻撃的な仕切りや、うっちゃり気味に体を持たれかけながらの釣りなど、さっきみなぎる取り口は、 特徴的であった。持久力に欠けていたのか戦前の15日工業の時期には綱取りレベルの成績を残せなかったが、太平洋戦争が激化して工業日数が短縮された影響からか1944年11月場所には本来横綱昇進も妥当である成績を残した。横綱在位6場所は横綱在位場所数として昭和以降では最短のワースト一位。 解禁はわずか2場所、横綱として1場所の最高成績も9勝6敗が最高だったほか、横綱通算勝率が5割未満というのも前田山だけである。昭和以降の横綱としては、横綱同士対決未勝利の記録も残っている。弱い横綱のイメージを残して引退することになったが、力士としては現役21年の長命を保ったため、 横綱にならず名王関として終わっていた方が良かったと評価されることが多い。現役時代の資あふれる姿と引退後や方としても反主流で押し通し、外人力士を育て上げるといったその人生はアウトサイダーに徹した男の生涯とも称されている。1956年春場所で初優勝の朝塩らと共に祝杯をあげる同点、一回。ありがとうございます。